情報活用能力情報活用能力とは、情報及び情報手段を主体的に選択し、活用していくための個人の基礎的資質のことである。学習指導要領の創則の中では、言語能力や問題発見、解決能力とともに、学習の基盤となる資質、能力の一つとして示されている。米国の図書館教育の中で使われ始めた。 インフォメーションリテラシーという言葉の概念をもとに作られた言葉であるが現在では米国で使われるインフォメーションリテラシーや直訳されて日本で使われる情報リテラシーの言葉とは意味合いが異なっている文部科学省は情報活用能力を以下の3観点8要素に整理している課題や目的に応じた情報手段の適切な活用必要な情報の 主体的な収集、判断、表現、処理、想像を受けての状況などを踏まえた発信、伝達情報活用の基礎となる、情報手段の特性の理解情報を適切に扱ったり、自らの情報活用を評価、改善するための基礎的な理論や、方法の理解社会生活の中で、情報や情報技術が果たしている役割や、及ぼしている、 影響の理解情報モラルの必要性や情報に対する責任望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度情報活用能力を構成する資質、能力を知識、技能、思考力、判断力、表現力等学びに向かう力、人間性等の3つの柱に沿って整理すると以下のようになる。情報と情報技術を活用した問題の発見。 解決等の方法や情報化の進展が社会の中で果たす役割や影響、情報に関する法、制度やマナー、個人が果たす役割や責任等について、情報の科学的な理解に裏打ちされた形で理解し、情報と情報技術を適切に活用するために必要な技能を身につけていること。様々な事象を情報とその結びつきの視点から捉え、 複数の情報を結びつけて新たな意味を乱す力や問題の発見、解決等に向けて情報技術を適切かつ効果的に活用する力を身につけていること。情報や情報技術を適切かつ効果的に活用して情報社会に主体的に参画し、その発展に寄与しようとする態度等を身につけていること。ありがとうございます。